3レーン須藤丸人国際武道大学、4レーン宮本浩人順天堂大学、5レーン広富亜斗国際武道大学、6レーン柳井優太順天堂大学、7レーン高橋大輝順天堂大学、8レーン赤里青人駿河台大学。男子 110m ハードルタイムレース決勝1組、連覇を達成しています。またオリンピックや世界選手権の代表に一部から選ばれている日本を代表する選手です。トップレベルの走りから目が離せません。注目の男子 110m ハードル、まもなくスタートです。法政大学、5レーン泉谷俊介住友電工、6レーン近藤瑞希東海大学、8レーン岩井翔太郎慶応義塾大学。男子 110m ハードルタイムレース決勝2組、大岩さん
近く近藤出てくる東海大学13秒68。